どうもこんばんは、中野敦です。それでは今日最後の動画を撮りたいと思います。最後はロトセブンの結果を今から見たいと思います。それでは確認します。キャリーオーバーが12億出てるから、また1等出てないんか。ってことは難しい回か。まあ、とりあえず確認しよう。たった2口だから。外れて当たり前。よし、見よっか。よいしょ。ボーナスが6と12。ボーナスが6と12やけど、どっちもないな。よし。5、9、9ある。1個1、14。27。34。いやー、2つか。あかんな。5、9、14、18。27、32、34。2つやな。いやー。二つは一致するけど、なかなかそこからが、うまくいかないな。でも、一等の該当がなしだから、やっぱり、難しいんかな。一つ違い。二つ一つ違いか。いや、三つや。最悪や。二口目三つ。一つ違い。だからこの三つが一致したら四等だったんやな。いやー、惜しい。でもロトセブンはこういうのが多いもんな。難しいな。いやー、今はなんかロト6の方が、いい流れが来てるような感じがする。ロトセブンはちょっと今のところあかんな。二つやもんな。その前もその前も二つやから。今はロトセブンはちょっと調子が悪い。ロトシックスの方がいい感じで来てるかな。まあ当選はできてないんやけど、ロト6の方が、流れがいいような気がする、今は。この前、3個一致してるし。いやー難しい。まあ気持ちを切り替えてまた、ロト7予想したいと思います。それでは今日はこれで終わります。よかったらチャンネル登録お願いします。ご視聴いただきありがとうございました。